これはもしやして、あ、無料区間でございますか。マジっすか。やっぱ無料だから ETC やねえもんな。ゲートがないもんね。あらー、あらー、マジっすか。いいんですか。無料ですが、無料ですな。あ、そう。あら、そう。え、そういうことだよね。おお、しかも制限するのもとても高い。無料区間なのに。おお。マジっすか。めっちゃ強いじゃん、こいつ。オフラ目が急に明るくなりましたからね。あ、中の照度あれだ、暗いと気温に合わせてあった。木に入ってきましたからね。あ、登ってるね。結構登ってるな。おっと、気抜いてたら速度がちょっと落ち着いてた。危ねえ。うわおわあ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 、なかなかエグい道だけど、マジですか、いいんすか、プレミアより。これは自動車道乗って正解だ。おお、これは正解だ。うんうんうん。うんうんうん。そうそう、Google ナビさんってね、有料区間の時はね、やたら有料区間を知ってくれてはくるけど、ちゃんと料金は明示してくれますからね。だから料金の設定がなかったから、あれと思ったんですよ。ああ、そう。あ、そう、これは、いいですね。これ、無料は助かるね。ああ、いいね。こういう旅やるものに飛んでみたら、これはかなりいいですよ。で、近未に入りました。ね、なんだ、最高1車線か、最高2車線か、最高2車線ないのか、もっといい車線、いいよね。どんだけ便利な高速トンネル、工事のトンネルね。これ、無料で使えるといいですよね。バンクで、ね、一緒といい車線から無料だったら。ブラボー、ブラボー、北陸、よーし。ブラボーエッチュー、あれ、素晴らしいね。シュバシュバで、これで日々南、それはマイクカーで行くの便利だわ、こっち。ああ、だろうな。そう、ひみなみ。うん、ひみでもだいぶ山の側の方だね。さっきは海の方で、ね、出ましたけど、これはあまり海の方には飛ばずに山の方をかなりショートカットに突っ切っていく形みたいですね。風はまあまあある模様。
39キロで、このペースで39キロの男、おそれいい時間につけるね。思いのほか便利ね。ああ、そうですか。いいね。北陸シリーズ、案外スルッといきそうだな、これ。だって、冷静に考えたら、もうこれ、和倉温泉とはとりあえず今行くのすげえ渋ってましたけど。和倉温泉行ってしまえば。北陸は完全制覇ですもんね。もう、鈴流行も終わってるし。おぉ、あかーい。明るいくらいか、意外とここら辺真ん中暗くしてんで。ああ、意外と明るいくらいについていけ、目が。お日々だ。お日々だ。早いね。あ、順当にいってるね。マジ？こんな順調に大丈夫？マジで。マジで？マジで？からさらに突き切っていく頻繁で降りてくる人が多いですね。え、ここから先もそのまま行けたの？マジで？マジで？え、これちょっと便利すぎ？次がヒム来た？ヒム来た。ああ。でもこれなんだと、とりあえずヒム来たの方が近いのかな。こっちがちょっと海に近づいてる感じがする。ヒム来た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 。来た。イエス。おっと。あかん。あつい。どうするよ。あれ。ほんとに。ゴーム、どこ行きやがった。いやー、すげえなー。それはこっち選択、大正解でしたね。で、これで、ヒムに来た。ちなみに、ノーエズ自動車道ですね。さあ、はあ、あ、